おはようございます。フォトレシオです。いつもご覧いただいてありがとうございます。本日は Vlog でございます。今日はですね、ちょっと細々としたご報告をしていきたいと思います。今週はね、ちょっと動画を撮る暇がなくて、なんだかんだと。わざわざ1本の動画にできない内容みたいなのをちょっとね、まとめていきたいなと思っております。はい。先週ですね、先週の動画でレンズ壊れてたって話したと思うんですけど、ライカ DG バリオズミルクス 10-25F1.7 のレンズなんですけれども、購入したお店にね、送り返しまして、で、まあ、症状を確認していただいたので、まあ、基本的には返品という扱いになりまして、まあ、お金が返ってくるということになりました。で、それ で返金を待ってられないので、まあ、その足でもう一本買いまして、もう素晴らしいレンズでございます。はい。で、見た目ほど重くないしね。うん。で、ここら辺の、まあ、マイクロフォーサーズのね、レンズのレビューとか私がもう今更やる必要はないと思うので、ここら辺はまあやらないんですけど、今後はこの1025が Vlog 関連の、まあ、マイクロフォーサーズのうちの標準レンズになるということで、これは本当に動画には特にね、素晴らしい画角ですね。で、1025ということは換算20mm から 50mm で、一応標準域までいけるので、これに、まあ、中望遠を1本足せば、このその2本だけで、まあ、どこ行っても大体のものを撮れるということですね。まあ、あとはまあ望遠に強いマイクロフォーサーズですので、100-400とか50-200だっけとかっていう、ちょっと望遠のレンズ1本足しとけば、まあ、大体のものは撮れるという形になるかなと思います。で、その動画用も含めると、うちは3マウント体制になるわけですね。もう RF レンズと645レンズとマイクロフォーサーズで、マイクロフォーサーズはマジでそのレンズの量が半端ないので、さすがに全部買うのはしませんけど、なんでマイクロフォーサーズに関してはそのポイントをついたレンズの選択でね、Vlog 高画質化計画を進めていきたいと思います。というわけで、早速このレンズに、切り替えていきたいと思います。で、ちょっと失礼。はい、というわけで、これが今1025の F1.7 のレンズの映像でございます。はい、以上が報告事項1点。そしてもう1点なんですけども、この今動画を撮っているカメラ、これは実はですね、顔認識のオートフォーカスが効いていると思いますが、実はですね、これまだ動画ではご紹介していない、まあ、秘密兵器を導入しておりまして、うちの Vlog は基本前回まではR5 とか使ってたんですけど、基本ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K で撮っておりますという話をしていたと思いますけれども、ね、ここになんとブラマジポケシネ 4K が2台あるということで、もう1台マイクロフォーサーズのレンズがね、ここにはまっているカメラがあるということで、このカメラ、まあ、買ったわけですよそのマイクロフォーサーズの新しいカメラも導入しております。まあ、動画の中でもね、ちょっと言いましたけれども、この BMPCC4K で動画を撮るにあたって、レンズの画質の評価をするためのカメラが欲しいっていうのをね、ちょっと言ってたんですけども、まあ、そのために購入しました。ただまあ動画も撮れるんで撮ってみようということで、今日はそれで撮ってます。で、どのカメラを買ったかはまだ秘密。はい別にもったいつけてるわけじゃないんですけど、もう今撮っちゃってるからね。で、結局そのカメラに関しても、まあ古い機種なので、今更そのご紹介する、私が紹介するようなそのカメラではないので、まあ、今度ちょっと1本ぐらい動画作りますけど、まあ、完全にそのうちの趣味というか、うちの都合で買ったものなので、レビュー用というよりは、レンズの画質評価用に買いましたということですね。動画は今後は BMPCC4K で撮っていこうと思ってますが、やっぱりオートフォーカス便利だよね。便利。今収録しているカメラに関しては、カメラ経由で
ブラックマジックのビデオアシスト4、ビデオアシスト 12G に外部出力して、プロレズ422で収録しております。はい。また新たなカメラが増えてしまいました。これはね、意外とね、いいカメラなんだよね。うん。はい。で、3つ目。これ。ドン。ペンタックスの FA スター 645 300mm F4、3月の終わりにね、まあ、ジャンク扱いという形で購入して、やっぱりその解像度はやっぱりダメだったんで、ペンタックスに持ち込みまして、まあ、点検してもらうということで、点検してもらった結果、まあ、解像力不足というのをね、認めていただいたので、まあ、修理ということになりました。当初まあ2週間ぐらいの予定だったんですけれども、まあ、調整がちょっと難しいということで、期間が延びまして、結局4月の末、まあ、ゴールデンウィーク直前ぐらいにまあ戻ってきたということで、でこれを取りに行ったのは昨日なんですけど、取りに行ってきました。まあ1月かかったということで、調整がねちょっとうまくいかなかったのか、まあ、そこら辺の事情は分かんないですけど、レンズの光群、後ろのレンズ光群ってこの辺に入ってるのかな、光群をまるっと交換ということになりまして、で光群まるっと交換した上で、その他のレンズの、まあ、調整を全てかけていただいて、完璧な描写になって帰ってきたということですね。そう、修理代がね3万5000円ぐらいだったんですよ。でこれ購入したのが5万円だったんで、まあ大体都合9万円ぐらいで完璧な、光学系完璧な状態のものが手に入ったということで、まあ、基本的にはまあプラスかな、お得だったかなという感じですが、まあ、その分修理ね一月かかってますんで、まあ、こういう苦労がしたくなかったら、まあ、新品買った方がいいですね。でペンタックスのレンズってなんかね、たまにアウトレット品みたいな感じで安く出てきたりとかするんで、新品とかをね、まあ、狙ってもいいかなと思います。これでも本当にすごい、全然違った。購入したばっかりの時は本当これマジクソかって思ってたんですけど、まあそれはジャンク扱いなんで別にそれに対しては文句はないんですよ。はい、そんなこともあろうかと思って買っているわけですから、それは全然構わないですけど、本当に ひどい描写だったのだったん でこれをそんなもんかと思って使ってる人がいたら不幸だなと思って、まあ、とにかくねペンタのレンズとかも30年経ってたり20年経ってたりとかするレンズだし、ペンタックスってね山持ってく人結構いるんで、結構過酷な環境で使われてたりとかするので、中古とか買ったら絶対確認してちょっとおかしいなと思ったらマジで点検出した方がいいです。で、まあ、その結果点検がすげえ混んで新品が売れないみたいな感じになるのもちょっと本意ではないんですけども、まあ、一番いいのは新品買えるのは新品買うことですけどね。はい、ただその調整してもらったこの描写をねこう確認したら、ね、めちゃくちゃすごい描写でした。なのでこれはちょっとまた別でご報告します。マジすごかった。これでも中古で状態のいいのとか 14、5万で出てますんで、あれなんですけど、まあ、定価がね50何万みたいな感じなんですけど、本当にそれだけのことあるなと思いました。このレンズの塊感、こういうの見るとレンズ好きな人はねこうニタニタしちゃいますよね。はい、これねいいんだわ、マジですごいんですよ。本当に描写最高。あれですね、動物園に持っていきたいですね。本当にすごい、これはいい買い物しました。ちょっと時間かかっちゃいましたけど、ただね今動物園も入れないんですよね、コロナで。残念だよね。かといってその入れる動物園にわざわざ行くと、それはそれであれなので、まあ動物園が再開するまでちょっとお預けですかね。なんかそこら辺のビル取っても面白くないしね。なんでまあこれのねレンズレビューも当然やっていきますので、お楽しみにということですね。はい、で最後もう一つご報告事項がありまして、はい、富士フィルム GFX50S がなぜか私の手元にございます。はい、それと今ねここに 32-64 のズームレンズもはまってるということで、まあ、これはで買ったわけじゃないです、借りました。で、私の友達が持っているカメラなんですけども、まあ、私がねこの 645Z 買ったっていう動画をこう見てですね、
ちょっと比べてごらんよということで貸していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2度言いました。で、借りたのは GFX50S 本体と3264のズームレンズ、うん、ですね。はい。まあ、重いわ。あの、645も散々重い重いって言ったけど、GFX もまあ重いよね、うん。本体自体はそんな重くないけど、このレンズが重たいんだな。はい。借りましたので、3264のレンズと、例えばこの今ハマってる3355のズームレンズで、これもね、あの中古で買ってかなり程度が良かったので、あの描写も最高だったので、この似たようなズーム比の、まあ、レンズで、片や最新、片やね、何年前、四半世紀ぐらい前の設計のレンズですけども、がどのぐらい画質に差があるのか、果たして645は私が散々ね、現代でも通用するって言ってますけど、本当に通用するのかっていうのの比較が、ガチンコ対決、これをやっていきたいと思います。さらにもう一つ、フォトディオックスの、GFX 用のね、645レンズ用のマウントアダプター、これもお借りしましたので、645のレンズを使用してそれぞれのカメラのデータをね、比較することができます。同じレンズでのデータ比較ができると。こちらの 645Z と GFX のガチンコ対決、こちらの方もですね、ご期待いただければと思います。一応これ同じセンサーを積んでいるはずですので、いい勝負になるんじゃないかなと思います。面白い勝負になるんじゃないかなと思っております。で、まあ、ちょっとね、 GFX の方もちょっと使いましたけれども、まあホールドとかしやすいし、あのいいカメラですね。まあ、多分僕こっち買ってても後悔はしなかったと思います。まあ、見た目の威張り度はやっぱり 645Z の方があんなみたいな感じはしますけど、あの楽しい比較ができるんじゃないかと期待しております。そちらの方もお楽しみにということで、まあ、今日内容は以上かな。ここら辺の内容のものがね、今ここに溜まっているので、動画もそれに従ってこう一つ一つやっていきたいと思います。今日のところはこの辺で、ちょっと溜まってる内容、溜まってるネタをね、ちょっとご紹介していくということでございました。もうゴールデンウィーク終わったんですかね、よくわかんないですけど、で、緊急事態宣言もなんか延長するとか言っているので、もうどうなるんですかね。早くお外でお酒が飲みたい今日この頃でございますまあ皆さんご自愛ください。では今日はこの辺で、さよなら。